お年寄りのシルバー川柳が悲しいということで見ていきたいと思います。まずこちらですね、年の差がだんだん開く妻の謎。もうこれはね、奥さん年齢をちょろまかしてますね。もういつからか年をね取らなくなった奥さん、まあ、ずっとね奥さんの年齢がね若いということはねプラスなんじゃないでしょうか。こちら悲しくはありません。次はこちらですね、長老に年を聞いたら俺の下。もう長老なのに誰よりも年上かと思いきや自分の方が年上。もうこれはね誇れることじゃないかと、長老よりも年上なんだと、それはね悲しむことじゃないですね、誇れることです。メルカリで誰も買わないわしの服。まあ年寄りの服は若者とかはなかなか買わないと思いますが、まだセンスがね追いついてないだけと、買われないのではなくて買う側のセンスが遅れているだけだから魅力を感じない、そういう点ではね悲しくはないんじゃないかなと思います。徘徊のルート AI にも読めず。はい、もう人工知能最新科学でも読めない徘徊ルート、もうこれは逆にオリジナリティのある徘徊ルートを選択できていると、人工知能よりも優れている、これは誇れることじゃないでしょうか。朝起きて調子いいから医者に行く。これは悲しいですね。もういろいろと悲しい、これは悲しいです。ぜひね医者以外で行くところをね見つけてみてはいかがでしょうか。うまかった、何を食べたか忘れたが、もうねとりあえず美味しかったんだと、だからもう何を食べたかはね関係ない、忘れてもねいいじゃないか、だって美味しかったんだから悲しくはないです。字を忘れ、考えてるうち文忘れ。もう忘れるような文章はねもう大した文章じゃない、大切なね文章じゃないということで、むしろ忘れた方がいいんじゃないか、そんな無駄なことを覚えてるよりもむしろ忘れた方がいいということで、これはねむしろいいんじゃないかという川柳です。生きがいは何かと聞かれ生きること。はい、なんかねパラドックスに陥りそうな感じなんですが、むしろね生き物的には生きることが生きがい、これはね正しいんじゃないかと思います。そこに考えがたどり着いたのは正解じゃないかなと思います。ルンバさえ超えてる段に足取られ。もうあの地を這うルンバでさえ超える段差に足を取られる、一見悲しいんですが、まあ、ルンバはね最新科学ですから、それを考慮したら、まあ、ちょっと悲しいくらいじゃないかなと思います。通帳に暗証番号を書いている。もうこれは悲しいです。そうするしかなかったのか、他に手段はあっただろうと、もうこれはね悲しいです。寝てるのに起こされて飲む睡眠薬、残酷ですね。起こしたやつは何をしたいの、寝てるのに起こして薬で寝させようとする、世の中は残酷です。金がいる息子の声だが電話切る。はい、親子関係はね冷え切ってます。オレオレ詐欺ではなく本当の息子なのに切る、これは悲しい。つまずいて足元見れば何もなし。もう自分はねそこまで老いたんだということをね認めましょう。年をとってもねポジティブに生きたいなと思いました。以上です。